さあ、今子供たちはですね、はい、ロケット遠投という球技の適性を判断するプログラムを楽しんでおります。改めまして、本日も中継を務めます祭り9の赤色リーダー寺坂雷賀です。お願いします。いたよろしくお願いします。おめちゃくちゃ、あ、いた来ました、ありがとうございます。さあ、僕寺坂雷賀はですね、今、うん、現在どこにいるのかと言いますと、はい、忍者ナインという全国に400カ所以上教室がある子どもたちのためのスポーツ教室に来ております。そもそも忍者ナインというのはですね、武器などを使わずに己の身体能力を鍛え上げる忍者を目指して、投げるとか飛ぶとか、いろいろ9つの身体能力をこう磨いていくということをしている、そんな教室だそうでございます。ちょっと今日はね、先生にもお話を伺いますよ。山田先生、お願いします。お願いします。みんなは忍者になる特訓をしてるってことなんですよね。忍者になるというよりかは、すごい、こんなところにあったんだぞ。よりかは忍者の動きは、スポーツ科学によると、どの動きも理にかなっていて、どのスポーツにもつながるように、この基本動作を身につけることで動作の適性っていうのを知ることができます。なるほど、はい、じゃあここにいる子どもたちは今自分にどんなスポーツが向いているのかだとか、これからやりたいスポーツに向けての基本動作の能力を上げることができるという、そうですね、そんなことなんですね、はい、うわすごい、ここから忍者が世の中に生み出されて送り出されているのかと、ね、忍者の基地なのかと思っちゃいましたけどね。あと個人的に祭りナインなので、忍者ナインという教室に親近感が湧きまくりしていますけど、保護者の方々にもお話を伺ってみました。はい、それとですね、お子様をこう参加させられた理由が、一つのスポーツだけではなくて、さまざまなスポーツに参加挑戦させたかったという、そんな思いのもと参加させたみたいで、結果全ての動作が上手になって勉強やスポーツに挑戦するようになったという、いろんなことに挑戦したいよという意欲に変わったみたいですね。そしてですね、走るのが苦手だった、そんなお子様も参加されたようで、なんとこの教室に通うと腕の振りを変えたところ1位になることもできたそうで、これめちゃめちゃ能力上がってるじゃないですか、ね、その時もどうですか、具体的に走り方のコツをお伝えするとか。そうですね、スタートのポーズから振り方から全部教えます、はい、レクチャーして実際にやってみて、はい、ということなんですね。うわ、なかなか基本動作を学べる場所というのはない気がしますし、いいですよね。ちなみにこのロケット遠投というのはどんなこう適性が具体的に判断できるんですか。投げるポイントっていうのが、はい、リリースポイントを身につけることができるんですけれども、リリースポイントって何ですか。っていうのは、手とロケットとかボールとかが離れる位置、離れる位置っていうのを身につけることができて、はい、それを身につけると野球とかとハンドボールとかの適性につながってきます。ちょっとやりたいです、はい、やってみます、ぜひ。いいですか、はい、これどうやって投げるのがいいんですか。ポイントはまずは体の向きを横向きに、横向きにして頭の上にロケットを準備する。頭の上にロケットで、反対の手は狙うところに向ける、狙うところに伸ばす。あとは手を大きく振るのと、大きく振る、あとリリースポイントで頭の上で離す、頭の上で離す、瞬間に、はい、知らなかったわ。上でちゃんと離すのがいいですね。そうですね、ここでちょっと僕、寺坂雷賀ウルトラマントリガーとしての素晴らしい遠投ロケットをね、見せたいなと思います。ちょっとじゃあ やろうかな。かっこいいとこ見せて。じゃあいいですか。はい、どうぞ。みんなお邪魔します。みんな見てくれるのね。緊張しちゃうから。行きます。行きます。行きます。ゴー。おりゃ。どうなんだよ。届かないのが飛んでました。はい。ちなみになんですけど、お家でできることもこう学んでいまして、はい、どうやってロケット遠投の代わりにやったらいいですかね。お家でするときは、はい、タオルを使うと投げる練習になります。タオルをまず背中につくように準備して、、はい、頭の上からで手がビュンってなるように大きく振ると、腕のムチ動作っていうのを使って投げることができるようになります。うわ、タオルお家に必ずありますから簡単ですよね、はい、しかも感覚もすごく似てますので、ぜひ皆さんもやってみてください、うん、ぜひみんなもこれをして適正判断もしてみてくださいね。未来の大谷翔平選手になるのは君かもしれない。以上、寺坂雷賀でした。